まずはですね、視聴者様50名突破ありがとうございます。ありがとうございます。日々少しずつやってきた結果が今につながっていると思います。50名様、ベジーはいつも手だけなんですが、こんなやつです。よろしくお願いいたします。と、最近ですね、視聴者様からいただき物をいただくのがちょっと多くなってきまして、ちょっとお礼を全然言えてないので、お礼をちょっと言わさせていただきたいなと思ってこの場をお借りします。まずはですね、こちらかな、また最近いただいたんですけど、柚子ですね。多分お家で採れた柚子だと思うんですよ。でまた、今後ね、動画に使わさせていただこうかなと思います。それと同じ方なんですけど、こちらの焼きサバ昆布巻き、そうですね、こちらね、またいただいて賞味期限がまだございますので、正月料理、おせちとかの動画も撮るつもりでいますので、そちらの方で使わさせていただきたいと思います。ありがとうございます。それとまた同じ方なんですけど、たまたま私すごいコーヒーが好きで、このコーヒーのドリップコーヒーのドリップコーヒーなんか、自家焙煎、コーヒー工房ななさんかな、案件じゃございません。愛知県の、岡崎市で作られてるみたいです。こちらはまあこんな感じになってますね。多分すぐ飲んじゃいます。と、今いただいた、視聴者さんなんですけど、以前あの柿ジャムの時の柿 と、シフォンケーキのロイヤルミルクティー作った時 の、 あのシフォンケーキをいただいたご視聴者様で、なんか私は直接お会いしたことないんですけど、うちの家内のお知り合いの方なのかな、で動画で使ってくださいみたいな感じで、いただいております。ベジー、私はこんな顔なんで、ね、今後ともよろしくお願いいたします。でもう一点、こちら、もう10年ぐらい私お付き合いあるのかな、視聴者様になっていただいて、どうもお家に大量のごまが届いたということで、動画に使えないかということで大量にいただきました。これでもまだ10分の1ぐらいの量らしいんですよ。で今後ね、どんどん動画には使っていきますけど、まあ私ごまが好きなので、何でも料理にかけちゃうんですけど、さすがに多いです。まあ、大量に使えるとしたらごまペーストとかそういうもので使っていって作ってみようかなとは思っております。まあ、今後使っていきますんでね、ありがとうございました。今最近やっとあのうちの家内にも少しずつ理解をしていただきまして、ちょっと調理道具をですね、いろいろと買っていただけるようになりまして、今私ね、料理多分見ていただけると分かるんですけど、カセットコンロでやってるんですよ。うちのキッチンがですね、ものすごく狭い、狭い汚い、お見せできるものではないということで、いつもこういうテーブルを使って、ちょっと見えないけどテーブル使って、作業台ですね、作業台に、クロスを貼って料理動画を撮ってるんですけど、今回またカセットコンロがだいぶ悪くなってきまして、比較的に、まあ、今月なんですけど、視聴者様のお宅へ、お伺いして料理を取らさせていただくと、そして私もお礼に一品作るみたいな企画を、今年やることになりました。ツイッターの方ではちょっとつぶやかさせていただいたんですけど、その時に、私が持っていくものを買ってきました。じゃん、こちらの薄型カセットコンロ、これね、新品なんで、こんな感じになって、どうかな、こういうケースに入ってるんですよね。こんな感じ、まだ新品なんでまだ開けてないんですけど、お、超薄い、こんな感じですね。お、いいんじゃないこれ。とりあえず解説明書入ってます。これをね、持ってって私も料理を作らせてもらおうかなっていう企画を今月やります。
ツイッターの方ではちょっと作戦こうしてつぶやかさせてもらったんですけど、よいしょよいしょ、こんな感じで持ち運びが楽なんで、これを持っていかさせていただこうと思います。そしてもう一個、よいしょよいしょ、新しいまな板を買ってもらいました。これ実はまな板なんですけど、こっちでトントンですね、こっちで切って、例えばこっちに盛り付けて、はいはいみたいな形で料理を提供できたりする。これは木です。木製の、まな板になります。何番号入ったっけ。あ、いい感じ。うちの奥様からいただきました。あとはもう一品、じゃあ私の欲しかった鉄鍋です。やっぱりね、テフロンとかね、いろいろとやりやすいんですけど、鉄には鉄の良さというのがありまして、昔あのよく、まあ、仕事をね、仕事で外食産業もやってたんですけど、そういう時にやっぱ鉄鍋の方が持ちがいいですし、食材をの味を引き出すのにやっぱ鉄の方が適してるのかな。うん、しっかりと手入れすれば長持ちしますので、これ28センチ、鉄食の日本製を、この3点を持って、視聴者様のお宅へお伺いしたいなと思います。ただ何を作るか私もまだ決めてません。撮影が実は来週なんですけど、あと5日後なんですけど、すごい緊張しております。何作ろう、まあ、その時はまた動画にアップしますので、皆さん交互期待、どんな展開になるのかな。で、来年なんですけど、お知らせなんですけど、来年ちょっといろいろと、コーナーを作っていこうかなと思います。いろいろと私も料理については、まあ、30年以上料理作ってますので、いろんな勉強はしてきました。ホテルとか、居酒屋、ファーストフード、何やったかな、いっぱいお店は経験してきたんですけど、なんかまだ自分の中で勉強不足だったり、納得していない部分ってすごくいっぱいあるんですよ。そういうことをね、少しずつ動画の中で料理について、お話ししていきたいなと思って、あと一般の知らない方、料理を知らない方が今後料理をしていく上でこういうことを分かっていれば、まあ、全然作れちゃうよっていう、そういううんちくですね、語ります。まあ一応題名は、ベジーと学ぼうみたいな、みんなで私と一緒に勉強しようよみたいな、感じにはしますんで、まあ、これも実はある視聴者さんからそういうことを言ってくれみたいな、ことをずっと昔から言われてて、まあ、少しずつね、余裕があれば撮っていこうかなと思ってますんで、また、まあ、こんなこと言っとるわみたいな程度で見ていただければ結構ですんで、またご視聴の方よろしくお願いします。チャンネル登録お願いしますね。あと高評価ボタンよろしくお願いします。また会いましょう。